どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら交換可能ぶっ壊れリーダーシャナ使っていこうと思います。このキャラ交換できるんですけど、マジで破格な性能してて、スキムさんに25ターンで変身できます。3ターン遅延して変身、変身後はバインド封印指、10強3つ神キラー浮遊ボイス持ってます。最低でも超重ロッカーだと 125×20 の2500倍火力が確定していて、神キラー乗れば12500倍、ドラゴンキラー乗れば62500倍みたいなね、ちょっと火力バケモンなんですけど、スキルもねめっちゃ強くて、上限解放60億にロック解除、非回復6個生成が2ターンで打てます。これもめちゃめちゃ優秀なんですよ。毎ターンさ、ロック解除、非回復6個ずつ生成できる上に上限60億なんで、火力も超高いし、リーダースキルも火の2コンボで攻撃力が35倍、5コンボ加算、回復を消すために攻撃力が 1.2倍、火の HP が5倍です。回復1コンボでも42倍、回復2コンボで50倍ぐらいの火力が出せて、マジバケモンみたいなリーダースキルしてるんですね。火力も超高いし、回復は自動回復で補えるし、5コンボ加算でコンボ消し対策も楽勝と。まあ、追い打ちだけ自力で組む場面はねあったりしますが、まあそれもね、リダフレシャナにしなければね、問題ないということで、マジで使い道も無限大の交換可能強リーダーです。シャナは僕今回のコラボの中で一押しの交換キャラで、まあとりあえずシャナ取っておけば間違いないかなと思います。今日は実際にシャナをね、使って裏マンジュ破壊していこうと思います。編成こんな感じです。今日はシャナとシャナを組み合わせて使っていきますので、まあこんな感じの編成になってるんですが、もし余裕があればまたね、別パターンの編成も紹介しようと思います。ユージと組み合わせたりとか、いろんな組み合わせあるんでね、また紹介していきます。まず今回のシャナ編成はもうリダフレシャナで HP 盛りまくって、それをもう なんていうの、毎ターン GS シールフでゴリゴリ回復していく編成になります。マジで負けません。リーダーシャナ、遅延4つ悪魔キラー2突に、こちら、聖な武器継承です。はい。からのエキドナです。ドラゴンキラー2つに遅延2つ、そしてグレオン武器継承ですね。はい。からの GS シールフです。遅延4つ神キラーに闇夜天武器継承で HP と泥強。流明です。創作化耐性に HP 強化遅延4つ。そしてアシストがこちら、ごめんなさい。やばい。もうやばい。アシストがこちら、連武器継承って感じになっております。はい。からのこちら、レオンハルトです。スキブ、遅延4つ HP 強化2突に、こちら、アイアンマン武器継承ですね。ちなみにレオンハルトも初仕様なんですが、スキブ6個に7強8個っていう火力も出せますし、スキルはね、2ターン受けるダメージ 40% 軽減、2ターンダメージ無効貫通っていう、マジ意味不明に強いスキル持ってます、これは。6ターンで無効貫2ターンと2ターン 40% 軽減持ってるのはめっちゃ偉くて、レオンハルトはちょこちょこサブで活躍する機会増えてくると思います。シャナが遅延4つ悪魔キラー2突に、こちら10日継承って感じになってます。今日はこちらのね、シャナ編成を使って裏マンジュ破壊していこうと思います。自動回復で負けないはシャナの火力バケモンまで超楽しい編成なんで、実際に使っていこうと思います。やっていきましょう。さあ1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。アイアンマン打ちます。からのレン打ってあげて、からのエキドナで遅延発動で、シール振ってあげて1ターンヘイストしていきます。はい。で、ここから1コンボ2回組んであげて、まずは耐久、シャナの変身のためにね、とりあえず耐久していきましょう。で、そしたらシャナも溜まるんで、これシャナ打ってあげて、まあ、一発はずらしていいかな。まあ別にここ殴りに行ってもいいですし、ずらしてもいいです。どっちでもいい、正直。まあずらした場合は、ここしっかり追い打ち組んでから突破。まあなんか気づいたらいい感じになってるわ。だし、まあ別に追い打ち組まなくても3パンでも大丈夫です。はい、とりあえず今回はこんな感じで盤面でしっかりと8コンボ組んであげて倒していきましょう。回復4コンボで5267倍出るんですよ。やばくね。回復4コンボで5000倍よ。リーダーフレ火力のインフレバグってるだろ。で、まあ、序盤はねシャナの火力ねまだ出ないんでちょっと待ってくださいね。でここも1コンボ組みます。はい。シャナの火力が出るのはもうちょい後半なんで、後半っていうか、まあもうすぐなんで、ちょっと待ってください。1コンボ組んで耐久からの、もう1回1コンボ組んで耐久します。でエキドナとシール振ってあげて、はい、こんな感じで1コンボ組みます。はい。でシャナ打ってあげて根性まで削りましょう。平積みで OK です。さあここでやっとシャナの火力お披露目ですね。いきます。はい、シャナ今リダフレでね攻撃力4分の1食らってるし、コンボ減少も食らってるんですが、そんな状況でも回復4コンボ5000倍組んであげるとこんな感じで18億17億出してくれてます。これ実際はこれの4倍なんで70億60億くらい出てるんで、とんでもない火力ですね。でしかもこのリダフレシャナ、これにさらにキラー乗るんですよ。フレンド側は神キラー攻撃力が25倍に悪魔キラー2突で、悪魔キラーには4倍、
で、リーダー側は神タイプに5倍、ドラゴンタイプに5倍、悪魔タイプに4倍乗るんで、まあなんていうの、もうキラーの火力バケモン高いんですよ。だからこの見た目の火力以上に火力出るっていう。あとこのシャナのいいところが軽減とかないんで、こういう風に1コンボずらしても花火対策とかできるんですよ。例えば、まあ、ちょっと比較に出すキャラではちょっとおかしいんだけど、黒飛びとかだとさ、花火対策をする際にさ、ジンを用意する必要があるんだよね。絶対にジンを用意しないと黒飛びって花火が対策できなくて、ジン用意してないイコール黒飛びで花火食らうイコール負けになるのよ。だからジン対策に花火用意したり、花火対策として、ごめんなさい、花火対策としてジンを用意したりしないと黒飛びは負けたりするんだけど、シャナは1コンボずらすだけでいいのよ。そしたらあとはシールフが勝手に回復してっていう方法が取れるから、それがめちゃめちゃ強いんだよね、本当に。そう、神々だけど強いことだけは事実、それだけ分かってくれたらいい。で、ここもしっかりと回復組んで倒していきます。はい、これで回復3コンボ含む、ごめんなさい、回復2コンボかな、含む火の3コンボかな、多分分かんねえや、もういいや、とりあえずこれで突破していきましょう。今朝の8時で眠たいんで、ちょっとね、思考は低下してます。4階層です。ここは竜明打ってワンパンしていきましょう。あ、まさにいい場面ですねこれ。じゃあシャナは回復2コンボだとどうなるんですかって話よね。当然盤面が悪い時はこういう風に回復2コンボ分しか組めない時もあるので、よいしょ、そういう場合どうなるんですかって話なんだけど、言うて強いっす、まあみんな分かってると思うけど、言うて強いっす。こんな感じで、はい、回復の2コンボ追い打ちですね、必ず含みながらの16コンボ含んであげて、これでもうシャナの火力はこんな感じ、44億出てますね。でさらにこれにキラーが乗るから、もう大抵乾燥してくれるんで、もうぶっ壊れっすね、大抵乾燥してます。はい、で5階層です。ここは2ターン耐久してから突破していきます。耐久に関してもマジで楽で、シールフ利用して1コンボ組むだけ。何が起こっとる今俺の目の前で、どう考えても1コンボ組んだぞ。で、ここも1コンボ組むだけです。はい、こんな感じ、もう結局 GS シールフに全部任していいんで、1コンボ組むだけで耐久可能からの、まあ、シャナ打ってあげて、リュウメイ打ってあげて、必ず追い打ち組みながらワンパンしていきます。どうせこれ回復3コンボなんだけど、まあどうせ倒せると思うんでいいでしょう。回復3コンボでしたね。はい、でもしっかりこれでワンパンできます。なぜならシャナの火力がめちゃめちゃ高いから、キラーも乗るしね。やっぱキラー乗るのでかすぎるんだよね。で6階層です。ここはエキドナ打ってあげて、まず1コンボ組みます。エキドナからの1コンボ、はい、そしたらしっかりとシャナ打ってあげて、 J シールフ打ってあげて、追い打ち組みながら倒していきます。ちなみにね、シャナのリーダースキルは火の2コンボは条件に入ってるんですけど、回復の2コンボってリーダースキル条件に入ってないんですよ。なのでこういう場合とかで、もし回復が6個しかない場合とかは、もう追い打ちと火の2コンボ組んであげればそれで倒せるっていうね。これもシャナの偉いところなんですよね。回復2コンボ条件じゃないから絶対に追い打ち組めるんですよ。もうシャナのスキルを打った時点で追い打ちと火の2コンボは確定で打てるから、絶対に条件満たせるっていうところがめちゃめちゃ偉い、超偉いですね。でこいつは本当にカス、こいつ引いたら1コンボ4回組んで突破します。はい、耐久です、カット。ふざけてんのかこいつ、マジでクソキャラですこいつは。1コンボ結局全然組めなかった。はい、でまあここも倒しましょうか。はい、シャナ打ちます。1コンボ全然組めなかったけど、このまま倒していきましょう。追い打ちいらないもんねこいつは。はい、これでしっかり回復4コンボ組んであげて突破していきます。19コンボです。はい、19コンボ組んであげて20、21、7500倍、いい火力60億14億。さあこれで突破していきましょう。 OK、 さあ続きまして8階層挑戦はレオンハルト使って倒していきます。はい、ここはシャナ打ってあげて、 J シールフ打ってあげて、レオンハルト打ってあげて倒しちゃいます。このまま、まあいけるでしょこれで。
追い打ち含みながらの回復2コンボ含んであげて火の3コンボ含んで16コンボです。シャナのコンボ余裕でワンパンできると思う多分。いやマジでシャナの火力高いね本当に。シャナ火力やべえガチで軽々抜けるもんね本当に。削れ方が半端ない。で9階層孫悟空です。孫悟空はワンパンチャンネルでよろしくお願いします。ルーレットどうする、消す、あっても便利だけどね。まあ正直やばい、何も考えずパズル始めちゃった。やばい、間に合うかなこの右の回復。間に合わない気がする。これでいいや。はい、追い打ち含みながらの火の3コンボ含んであげてこれでワンパンしていきましょう。これも結局回復1コンボでもキラーが乗るんでこんな感じでご了せるんですよ。これマジ強くね。だから強いの、キラーの力は半端ない本当に。でちょっとここでルーレットやっぱもらえます。もう今ので一気に自信なくなったんで1コンボ組んで耐久からのルーレットくれ、えいっそ、キュイン、えらい、ルーレットもらいます。でシャナ打ってあげてワンパンしていきましょう。エキドナ打ってツーパンでした、ごめんなさい、エキドナ打ってツーパンしていきます。だったら追い打ち組む必要なかったっすね。まあでも一旦これで殴りましょう。はい、17コンボ組んであげてこれでまず一発殴りです。うん、キュイーン、やばい、ちょ溜まってない、なんか溜まっとるやないかい。いやワンパンしよう、まあ、いいわ倒します。このまま1コンボ組んでから突破でもいいんだけども下手に遅延とか食らったらうざいし、次の階層で曹操が来そうな気がするのでワンパンしていきます。これは直感。セイナ武器エンハンスも回復力もありえないぐらい上がるから、ちょっとしばらくの間この動画無双モード入ります。イカ様はしてません。一応直感で感じた。そうやん、シールフ打ちましょう。1コンボ組みます。はい、でからのレオンハルト使って突破していきます。シャナ打ってレオンハルト打ってあげて、ここもね追い打ちいらないので倒していきましょう。 OK、 これでしっかりと回復4コンボ含みながらまた火の全力コンボ、 HP290 万で自動回復しながら殴り合えるこの編成やばいのと、あとレオンハルト強すぎな。この編成使ってて分かってくるのは一番レオンハルトのやばさやで。レオンハルトがマジでやべえ、ダントツで強え。これ多分ね、後からどんどんレオンハルトの方が大事になってくるタイプなんだろうね。これってシャナとかリーダーのキャラってさ、結局数ヶ月したら乗り換えられちゃうじゃん。でサブに一生レオンハルトいるんだろうね、どうせ。ボリューム打ちます。なんかね、俺の直感的にもなんだけど多分レオンハルトやべえぞこれ、いっちゃん。はい、これでしっかりと追い打ち含みながら倒していきます。17コンボ組んであげて18、19、20、21、さあこれでワンパンしていきましょう。突破です、強い。マジでシャナ強いし楽しいな、一生火力出るもんね。雷神はエキドナ打ってあげて倒していきますって思ったら、エキドナがまだ溜まってないから1コンボ2回組みましょう。あ、でもこの耐久も1コンボ2回組むだけでいいんでね、めっちゃ楽。耐久が1コンボでいいのはでかいっすね本当に。一番でかい、そこがでか、それがいっちゃん強いわ。なんならあ、でもこれ3ターン耐久した方が早いですね。3ターン耐久しよう、これね、これ3ターン耐久して竜明打って突破した方が絶対いいんで、これで倒します。絶対こっちの方がいい、ギドラ温存したいんでね。はい、追い打ち組みながら倒します。盤面心配だなこれ、でもどうせ倒せるか。いやパズルミスには注意ということで、さあボス回想です。この遠征パズル下手なやつが使わない限りは絶対負けないんで安心してください。で続きまして14回想、ここは2ターンマイナス消しします。はい、まず2ターンマイナス消しで耐久です。まず1コンボマイナス、どこだ、来た、これ消します。で、そしたらレオンハルト使って倒していきます。
レオンハルト打ちましょう。でからのシャナ使います。はい、平積みで殴りましょう。いきます。意外とむずいんだよなこの盤面。はい、これでしっかりと火の平積み含みながら回復も含みながらの16コンボです。もうシャナの火力ありえないぐらい乗るんで、あの瞬殺です。はい、そして皆さんこっからがフィーバータイムなんですけど、ちょっとね、あやべ、回復忘れてた。ジェスシールフと。あのね、このね、クーバーシェンがドラゴン神タイプなんですよ。まあ、つまりですね、フレンドシャナ25倍キラー、リーダーシャナ25倍キラー乗ります。あの、バケモンっす。リダフレがバケモンになってます、完全に。ジェスシールフ打ちましょう。で、シャナ打ちましょう。なので、リダフレが、25倍キラーが乗ると、マンジュとかいうクソザコダンジョンがどうなるかを、皆さんにお見せしようと思います。はい。今日の動画、25倍でクーバーシェン潰してみた。あ、倒すとかじゃないです。潰れます、こいつは。はい。25倍なんで、普通に。倒すとかじゃないですね。もう一生生き返れないぐらい潰れるんで。はい、これで、こうなります。バグ。この速さで瞬だけするの意味わからん。で、生きたな打ちましょう。はい。で、シャナ打ちます。これで泥鏡を返してあげて、からのシャナ打ってあげて、回復が、あ、2コンボしかない。マジか、2コンボしかないのか。そう思ったそこのあなた、もう一度言います。25倍キラーです。はい。ということで、ラストもしっかりと、シャナの火力で破壊していきましょう。まあ、ということで、今回ですね。シャナを使った編成で裏ワンジョを完全に破壊する動画でした。マジで、シャナ、バカ強いと思います。交換可能キャラで出ちゃダメなレベルの強さしてると思っていて、マジでこれ交換できるんだったら、リーダーとして確保しといて損はしないと思うんで、サブ揃ってる人はね、ぜひ交換してみてください。じゃあ今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。